ブルースウルトラどうもこさんずです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はエピソード83についてのお話になります。本日の時間もあればこちら最新話エピソード83はジャンププラスの方でチェックできるので、まだご覧になっていない方はぜひチェックしてみてください。では早速いきましょう。1時間目エピソード83、マイト・パーカーを見ただけでブチギレるエンデバーさん。エンデバーが光一を仕留めるための技でナンバー6は都市列燃やされてしまいました。偶然なのか必然なのか定かではありませんが、ナンバー6が誰にもオクロック2としてその存在を知られないまま終わってしまったことに意味があるのかもしれません。本当に終わったかどうかは今後を見ないことには何とも言えませんが、2時間目伏線回収。そして今回の大きな伏線回収とはエピソード2テイクオフです。ぜひ騙されたと思ってエピソード2を見返してほしいです。単行本持っていなくてもジャンププラスでエピソード2は無料でチェックできるので、ぜひ今読んでみてください。正直ここまで綺麗に伏線回収をされるとビジランで読んでいてよかったなぁと思ってしまいます。エピソード2読みましたか？それでは話を進めます。光一はエンデバーからホップを救い出しヒーローになることができました。これはビジランテのままだったからできたことであり、ヒーローであるエンデバーをある意味ヴィランとして、マイト・パーカーを着た光一をヒーローとして、普通のサラリーマンをナンバー6として配置する構図はこのエピソード2からあった可能性は高いと思います。この普通のサラリーマンとは個性をブーストする薬を持っていた人です。この普通のサラリーマンの裏の顔はナンバー6に似ていました。さらにオールマイトとエンデバーはエピソード2で人形として登場していました。また光一の答えであるヒーローになりたいから光一はヒーローになれました。しかしプロヒーローになっていたら本当のヒーローにはなれなかったと考えることができます。さらに光一は飛びました。空を飛びたいと思って飛びましたが、飛べないから光一はその自由落下に後悔していましたが、師匠は飛んだからだとしていました。そして師匠に言われた飛んだ後の着地が課題であり、現在のエピソード83地面までの数十秒、この着地が再来週どのようになるのかといったところ非常に楽しみです。おそらく飛ぶ、空を飛ぶことは離陸テイクオフだけではなく着陸、ランド、ランディングができて初めて空を飛べるということを師匠は伝えたかったんじゃないかと思います。つまり再来週のエピソード84のタイトルは着陸、ランディングになる可能性は高いです。3時間目光一の個性。ジャンププラスのエピソード83の感想を見ていると、光一の個性がよくわからない、いやチートすぎると言われています。つまり面白いけどなんか強引すぎるんじゃないかという感想ですね。ここがモヤモヤしてしまうとせっかくの作品が台無しになってしまいます。おそらく次回の着陸の時に光一の個性のお話があり説明はあると思います。光一の個性は滑走でした。おそらくこの滑走は滑る滑走ではなく飛行機の滑走を指していると思います。これは今回のエピソード83から判明したビジランテの最大の伏線だったエピソード2のタイトルがテイクオフだったところからもほぼ確定だと思います。前回のエピソード82のナンバー6オクロック2の考察から光一は滑走している部分の形を変化させていました。正確には光一の滑走の足元の力場が変化して速度上昇していました。そしてエピソード83ではその力場の形を変化させ豪快に空を飛んでいました。力場という表現を使っているためこの光一の個性滑走は何かしらの力を生んでいるんじゃないかと考えられます。やはり序盤から言われていた積力が光一の個性なんじゃないかと思います。この積力という説はもともと赤ちゃんの頃光一は空を飛んでいたという話とお母さんの個性がハエ叩きという任意の空間に反発力を生む個性だったからです。したがって光一の個性滑走は積力場を手のひらと足裏から生じさせる個性で、積力場の操作で滑走したり空を飛んだり急加速したり空気砲を撃ったりしていたんじゃないかと思います。おそらく光一の積力場のデフォルトはいつもの滑走、手のひら足裏いっぱいのまるでこの円の積力場を輪っかにすることでその輪っかの中心に強い積力を作ることができ、小さくしたり大きくしたりすることで繊細な力コントロールを可能にしていたんじゃないかと思います。また今回の光一の大ジャンプはこの積力場を高速回転させることで持続的により大きい積力を生じることができ、空を飛んでいました。また光一の急加速は積力場をこのように配置することで効率よく反発することができたんじゃないかと考えています。
高一どうなるんですかね。一読者的にはアメリカでヒーローをしていてほしいなという願望はありますが、エンデバーがいるのでどうなるか分かりません。オールマイトは来てくれるんでしょうか。次回も本当に楽しみです。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you next 動画、バイバイ。